第2君がよ丸の船影。君がよまるは1922年から1945年にかけて日本統治時代の朝鮮のチェジュ島と大阪市を結んでいた貨脚船。運航者は天川崎汽船部で第1君がよ丸と第2君がよ丸の2台が存在した。当時、日本と朝鮮半島を結ぶ航路としては、 寒風連絡船以外で数少ないものであった。第一君がよ丸は、1891年に、オランダで建造された669トンの船、スワールデクールーンで、甘笠樹汽船はこの船を1922年に、チェジュ航路に投入した。しかし1925年9月、航行中に台風と遭遇して、人命を優先して、チェジュ島に座礁させられた。 1943年に関西汽船の所有となる。1945年5月23日に大分県姫島付近でアメリカ軍の気が作戦により付設された機雷に接触して沈没した。ロシア帝国軍艦として現役時代の写真。第2君がマ丸は甘崎汽船が座礁した第1君がマ丸の大船として1925年に購入した。 919総トン、全長62.7メートルの船である。今日、君がよまるとして語られるのは、この第二君がよまるである。前身は、ソビエト連邦政府から購入した軍艦マンジュールで、帝政ロシア時代の1886年に建造された、排水量1224トンの砲艦であった。日露戦争期には、太平洋艦隊所属艦として、 中立の中華民国にいて武装解除されていた。日露戦争後には戦列復帰して、ロシア革命後にはソ連海軍でも使用されていた。なお、新川沖海戦で沈んだ、これへつは、同系艦。購入後に大阪で貨脚船へと改装し、1926年に大阪チェジュ島間に就航した。元軍艦ということで、 選手に昇格がつき出した商戦としては、得意な姿であった。第二君がよまるは、すでに先四44年と老朽戦の部類に属したが、その後20年間就航した。1945年4月、安治川付近にあったところを、アメリカ軍の空襲を受け沈没した。一方、アメリカ海軍の公式年表によると、6月1日の大阪大空襲の際に、 B-29 爆撃機により撃沈となっている。大阪とチェジュ島の間は、およそ2日の船旅で大阪を朝出港すると、チェジュ島には、翌日の夕方に到着するスケジュールであった。そのまま2日かけて、チェジュ島を周回して、合計11カ所に寄港した。しかし、接岸できる岸壁はなかったため、橋家による連絡に頼っていた。船には、 乾板上の上等船室と乾板下の加藤船室があった。乗船すると米藩が提供され、爆藩が普通だった。当時のチェジュ島民は驚いたという。しかし、加藤船室には多くの旅客と荷物が詰め込まれており、大変不潔な環境であったという。A.B. クレスマン、ロバート、チャプター7、1945、The o f f i c ロ a l c h r o n US Navy in World w a 2. アナプリス MD ネーバルインスティチュートプレス1999何もこの航路の未不決であったわけではなく、当時の移民船では普通であり、南米の島船の三等船室も似たり、よったりの状況であった。鳥でない以上飛んでいけないし魚でない以上泳いでいけないだろうとの会社側の発言が残っているが、後日定運賃での運航を開始したとは、 通行組合が累積赤字で破綻したことを考えると常識的な回答と言える。ありがとうございます。